大野拓郎は、日本の俳優、モデル。東京都出身、埼玉県埼玉市育ち。身長185センチメートル。小学校卒業まで、東京在住。中学から埼玉へ移住。埼玉市立上大久保中学校、埼玉市立浦和高等学校では、バスケットボール部に所属。一年間拓郎した後、立教大学コミュニティ福祉学部。 スポーツウェルネス学科に入学、その後卒業。高校在学中に3年連続でミスターコンテストにて優勝を果たす。2009年、立教大学で第25回ミスター立教に選出される。2010年1月11日、ブログを開設。2010年1月31日、ホリプロ創業50周年記念事業、新人俳優オーディション。 キャンパスター h 5 0ウィズメンズノンのでグランプリを受賞。その他名場ブログ賞、メンズノンの読者投票賞、ピカブ賞、PSFA 賞の全部門受賞。同年映画、インしてみる7日間のデスゲームにて俳優デビュー。2011年、ミサキナンバーワン。で連続ドラマに初出演。同年 DVD、いつでも笑顔で入れますように。 発売、オフィシャルファンクラブタクトモの開発速。2012年、ダスキンの CM に起用。同年、写真集、花が発売される。2014年、NHK 教育テレビジョンの、レッツ天才テレビくんの MC に就任。2015年4月23日、インスタグラム開始。2016年6月10日、王の拓郎スタッフツイッター及び王の、 タクローサークルを指導。2017年、猫推しで映画初主演。写真集、リボーンが発売。2019年7月31日付で、米国へ語学留学するためホリプロを退社した。王のタクロ郎スタッフツイッター、王のタクローサークルも終了。2019年8月16日、新たにツイッターを開設。 2020年11月9日から12月6日、ブロードウェイミュージカル、プロデューサーズ、東急シアターオーブは、コロナ禍に負けず連日大盛況となり、大入りを記録する。また、同年に、大型児童二輪免許を取得。ヒーババ,バは、カラフト、大泊まりで居住しており、大正時代に、北海道札幌市へと移住した。祖父は、 ラーメン店やススキノのキャバレーを開業して一時は、成功したもののやがて経営は行き詰まり、家族を連れて上京した。父は24歳で結婚し、妻の実家の自動車部品工場を引き継いだ。ありがとうございます。